紀元前63年までのハスモンアサ、ヨハネ・ヒルカノス二世統治下のユダヤ・ヨハネ・ヒルカノス二世は、古代イスラエルを統治した、ハスモンアサの君主。アレクサンドロス・ヤンナ・ヨオスとサロメ・アレクサンドラの息子で、弟のアリストブロス二世と支配権を争い、ハスモンアサ滅亡を招いた。紀元前76年、母サロメにより、大祭司に任命された。恩和な性格だったが、 政治家としての資質に欠けていた。反対に弟のアリストブロスは大胆で野心家であり、母が既得となると強兵して、権力奪取を狙った。紀元前67年の母の死後多いを継承するが、直後に反乱を起こしたアリストブロスに敗北し、翌紀元前66年に退位することとなった。しかし、ヒルカノス2世の友人で、イドマヤ人、アンティパトロスは、 アリストブロス2世から権力を奪回するよう進め、ナバテア人、アレタス3世の支援を得て、反撃に出た。ついで、アンティパトロスは、ローマの将軍グナイウス・ポンペイウスに調停を求め、アリストブロス2世はポンペイウスに反抗的だったことも、あって、ポンペイウスの支持を取り付けることに成功した。紀元前63年、ポンペイウスはエルサレムを占領し、 アリストブロス2世を捕らえ、ヒルカノス2世は大祭司に復帰した。ポンペウスはハスモン朝の領土を分割し、ヒルカノス2世はローマとアンティパトロスの区靴として支配することになった。アンティパトロスは、ポンペウス、ついでガイウスユリウスカイサルに取り入って、行政、軍事面で手腕を発揮し地位を固め、長男、ファサイロスはエルサレムとその周辺地区の知事、 次男ヘロデは、ガリラヤの行政を委ねられた。ヘロデは有能であったが、独断先行も目立ったため訴えられた。ヒルカノスニ世は、シリア総督セクストスカエサルの圧力もあって、ヘロデを放免したが、この時ヘロデは武装して赴くなど尊大な態度に、終始した。紀元前43年、アンティパトロスは性的に毒殺されるが、ファサイロス、ヘロデ兄弟の権力はますます高まり、 ヘロでは、ヒルカノス2世のテッソンマリアムネ1世と結婚し、地位を固めた。紀元前40年、アリストブロス2世の子アンティゴノスが、パルティアの将軍パコロス、大主、バルザフラネスらの指示を得て侵攻してくると、ファサイロスらはこれを迎え撃った。しかし、ファサイロスとヒルカノス2世は、パコロスに騙され、バルザフラネスのもとへ赴いたが捕虜とされた。アンティゴノスは、 ヒルカノス二世の領事を切り落とし、大祭司に復帰できないようにした。ヒルカノス二世は、捕虜としてパルティアへ送られ、アンティゴノスが即位した。アンティゴノスに対して、ローマでユダヤ王に任命されたヘロデが反撃し、紀元前三十七年にアンティゴノスを倒して王となり、ハスモン朝サは終焉を迎え新たにヘロデ朝が成立した。ヒルカノス二世は、 紀元前36年にパルティアから帰国したが、紀元前30年にナバテア人と組んでヘロデに対する陰謀を企んでいるとして処刑された。このことはヘロデとマリアムネの信頼関係を崩壊させ、翌年のマリアムネ処刑につながった。ありがとうございます。